それじゃあね、発声をね、極めたいって人のために、最後の講義です。発声のスタートは、卵に精子が侵入した瞬間ですね、受精をした瞬間。その時に、表層回転という現象が起こります。表層回転。で、表層回転と同時に、沈んでいた母性因子が、植物極側に沈んでいた母性因子が精子の反対側に位置するようになるんですね。この瞬間に、2つの軸が形成されます。精子侵入側とその反対側で、それに直行するように。カエルって頭と尾っぽだけじゃなくて背中とお腹の軸もありますよね。頭と尾っぽの軸、そして背中とお腹の軸、ね、頭と、尻尾側、ね、背中とお腹側は全然違う構造でしょ。でこのように2つの軸がこの瞬間に形成されます。そしてこの表層回転が原因となって母性因子が偏った側に、つまり精子侵入と反対側にベータカテニンと呼ばれるタンパク質が高濃度で維持されることが分かっています。そしてベータカテニンとは別に植物半球には VG1 やベグ T と呼ばれるタンパク質がたくさん極在しています。これはおそらく内肺溶化のシグナルであろうと言われています。内肺溶化のシグナル、ね、内肺溶形成に関わるシグナルであろうと考えられています。 VG1 やベグ T、 このベータカテニンや VG1 ベグ T っていうのは肺、その次にノーダルと言われるタンパク質をそれぞれ促進すると考えられています。だから VG1 ベグ T はノーダルを促進するし、ベータカテニンもノーダルを促進するから、ベータカテニンや VG1 ベグ T が重なっているこういうところはすごくたくさんのノーダルが、濃いノーダルがたくさんできる、濃いノーダルの領域を作り出すと考えられています。そしてこの濃いノーダルはすぐ上に背側中肺葉領域を誘導します。背側中肺葉を誘導します。背側中肺葉、これは背側中肺葉 ね背中って言うけど、これは背側中肺葉。こんな風に背側中肺葉を誘導する植物側の領域をニューポープセンターという場合もあります。ニューポープセンター、ニューポープが発見に関わった領域だからニューポープセンターです。ニューポープセンターは背側中肺葉領域を誘導します。そしてこの背側中肺葉領域、これ、あれですよ、シュペーマンが移植して、形成体を見つけたのに使った場所です。シュペーマンオーガナイザーなんていう別名もあります。で、大学ではシュペーマンオーガナイザーなんていう場合もあります。この背側中肺葉領域は、今後、貫入していって、貫入していって、肺の内側に入り込んでいきます。肺の内側に入り込んでいきます。これ背側中肺葉領域は貫入していって肺の内側に入り込んでいきます。そしてすぐ上の細胞を裏打ちするように神経誘導を行います。神経へ、すぐ上の細胞を神経に誘導するんだね。でこの神経誘導っていうのは詳しい仕組みが分かっていて、神経誘導っていうのは表皮化シグナル BMP の阻害、
であることが分かっています。実際神経誘導を行うタンパク質は、タンパク質がここにたくさんたくさん、分泌されていて、高濃度に位置されていて、ね、この神経誘導を行う直で実際に神経誘導を行っているタンパク質はちょっと細かいんだけど2種類、ノギンとコーリン、ね、ちょっと細かいんだけど2種類のタンパク質がこの神経誘導を実際に行っていて、どう行っているかっていうと、表皮下シグナルである BMP を阻害することで神経化しているっていうんだね。 BMP、 この青い丸が BMP ね。 BMP はね、肺の全体にね、肺の全体に、なふうに大体ね、 BMP これ見えるね、BMP はね、肺の全体に、発現していると言われてますよ。そして特に外肺葉では表皮下シグナルとして BMP は働いているとされています。で、ちょっとね、いろんな論文もいっぱい出てて、まだこの辺ごちゃごちゃしてるんだけど、ともかく外肺葉では BMP は表皮下シグナルとして働いているだろう、これはまあ正しいだろうってことが、もう広まっています。この表皮下シグナルである BMP、 外肺葉の表皮下シグナルである BMP、 だから BMP が来ると細胞は表皮になれって BMP に言われるから、あ、じゃあ、はい、表皮になりますって、いやいや BMP に従って表皮になるの。だけどノギンコーディンは表皮下シグナルである BMP を阻害するんですよ。阻害、 BMP を阻害、ね、BMP を阻害、ね、阻害、阻害、 BMP を阻害していくと細胞は神経になっていくんですね。だから細胞って、ナチュラルな状態って言ったら変だけど、そもそもは神経の細胞になるように外肺葉の細胞はプログラムされてるっていうの。だけど BMP がそばにあると BMP に表皮になれって言われるから、ってじゃあ、分かった、じゃあやりたくないけど表皮になるわってみんな表皮になっていくんだって。だけどノギンコーディンはその BMP を全部やっつけちゃうから、いいんだよって、細胞さんっていいんだよって、もう BMP はいないんだよって、自分の好きなようにしていいんだよって、細胞で、細胞をこう、なんていうのかな、表皮下からこう表皮下から逃れさせるっていうか、もう細胞の好きなようにしていいんだよって、もう BMP は全部倒したよって、ね、そう言われた細胞は、いいのって、じゃあ私の好きなようにするねって言って自分の好きなように神経化していくと言われてます。こんな風に少しね、詳しい発生の仕組みを学びましたが、一度ね、こういう考え方を見ておくと発生の問題ね、視界が、ね、広がる、ね、開けるようになることもありますから、一度ね、深い仕組みを学んでおいて、そしたらね、絶対発生得意になりますよ、ね、一緒にね、発生の鉄人目指してね、頑張っていきましょう。